うん。お？このくらいじゃ足りないよ。指示くらいは聞いてやるよ。何ぼーっとしてるんだ。何ぼーっとしてるんだ。頼まれたから来たが、下手な式なら帰るからな。指示くらいは聞いてやるよ。このくらいじゃ足りないよ。あんたが隊長？命令だからな。指示には従うが、私の足は引っ張らないでくれよ。11時の方向、距離450。お次は1時、距離420。へい、あんた結構見えてる方だね。大魔人なんかの隊長なんてやめて、ベーレンへ来なよ。遠慮しておくよ。一応一族の棟梁だし、それにまだ学生だしな。野心がないってのは、こっちじゃ美徳かもしれないけどね。そういう意味ではないんだな。まあいいか。そろそろ前線が接敵する頃だ。今からは強襲射撃に切り替えて、先行部隊の障害の排除を頼みたい。了解。どっちからだ？方角12時から1時、距離は370から390だ。なるほどね。こちらの強みを生かすために、まずは行動力からそぐってわけか。いいか、まずは。わかってるって。こういうのは得意だ。任せておきな。ダメだ。何？動きが変わっ、なんだあの壁。
そんな土くれで私の砲を防げるなんて思うなよ。悪かったよ、私のせいだ。いや、過ぎたことはもういいんだ。それよりも、こうなった以上は大魔粒子砲のフルバーストを使うしかない。私もそれを提案しようと思ってたんだ。ああ、いや、そうじゃないな。了解、隊長。大魔粒子砲フルバーストファイヤー。隊長、何ぼーっとしてるんだ。またあんたに戻しちまうぞ。